前回は9球でやりたいことができなかったと話されていた中で今回20球投げましたが、振り返っていかがですか？まあそうですね、なんか似たような感じになっちゃいましたけど、ブルペンではまあ納得いくボールが投げれてるんですけど、なかなかねこう実戦で自分が思うような球を投げれてないので、はい、ちょっとそこは不安材料ではあるのかなっていう感じがします。投球中にも首をひねるような場面もありましたが、やはりそういったところが気になるところであるっていう。そうですね、まあただ、その後はブルペンで投げましたけど、そこではいい感覚で投げれてますし、はい、次の登板までちょっと時間はまた1週間ぐらい空くと思うんですけど、まあ、ブルペンで投げる回数っていうのを増やしながら、ちょっとこう感覚を養うようにやっていけたらいいなと思ってます。ベンチの中でも阿波野コーチと小林選手とフォームについて確認するようなところもあったと思うんですが、どういったところを確認されてたんですか？ブルペンとの違いであったりとか、自分の感覚であったりとか、ちょっとこう腕が体から離れていくような感覚があったので、やっぱそういう風に見えるよねっていう話は、キャッチャーの小林にはしました。結果としては前回今回とランナー1人も出さずに、初回にはストレートでの見逃し三振もありましたが、結果についてはどう捉えてますか？ね、なかなか評価するのは難しいですけど、短いイニングなんで、あんまりこう僕の場合は結果っていうよりも自分が、開幕に向けてしっかりと調整することが何よりもチームにとっても自分にとっても大事なことだと思っているので、そこに関してはなんか、三者凡退で終われたから良かったとか、0点で終われてるからっていう感覚ではないです。今開幕についてのお話もありましたけど、そこに向けてどういったところを確認調整進めていきたいと考えてますか？やっぱりストレートの出力もいまいち上がってないですし、ただブルペン上ではいい球いってるように僕は感じるので、そこら辺のギャップを埋めていくっていうのがまず最重要課題じゃないかなと思います。町田さん、はい、その後の談話です、ええ、ブルペンと実戦の違いを話していたと思うんですが、やはりキャッチャーミットを叩くもう一押しであったり、変化球のもう一曲がり、もう一つというところにやはりまだ感覚としてまだまだというところがあるそうです、そして下半身が使えていない感覚があるということで、今日はこの試合の2イニング投げた後にブルペンで30球ほど投げたと、ブルペンで投球したということでした。そうですか。岩田さん、本人の口からも20球で今回もやろうとしていたことがちょっと確認できなかったために不安な部分はあったという表現でしたね。なんとなくイメージですけど、2イニングで交代しましたけど、ここから菅野投手って乗ってって完封、完投するイメージが僕は強いので。なるほど。